ツボ昨日の夜配信終わった直後に絶望を味わいましたいや宿題はねあるからやんなきゃいけないんだけど、まあ終わった後にさちょこちょこいじってたわけよ、ゲームをねアカウント連携というものがとても大事になるんですけど、今回のあのゲームってなんかアカウント連携をしないとアカウントが消えるっていうことを知らなくて、来金がねそういうのなかったから、そういう感じでいじってたらアカウント消えちゃってアカウント連携できてなくてアカウント連携できてなくてアカウント消えちゃって元のアカウントに戻れなくなっちゃって、人生最大のやらかしかもってぐらい消えちゃって、で本人消えたんですけどログインできてなくて、だから私はあと2日後ぐらいに飛ばされちゃうかもとか今思ってて、だから今のうちに私がいるっていうことをスクショしといてください皆さん。まあね、ちょっと今問い合わせしてもう最悪です私は誰にももうなんかご迷惑をおかけしているので、ただいま合わせる顔がないです。あんなにも昨日生きてたのにあんなに私強いからとか言って言ってたのに、私強いからとか、私のところに来たら何でもいいよみたいな感じとかで言ってたのに、めちゃめちゃ生きてたのにで、まあそのみんなのところではまだ私は消えてないみたいな感じになってる状態なので、まあ今んとこ今のうちにスクショしてください、はい、戻ってきたらいいんだけど、ダメだったらね、今までの40万が40万の戦力がいや戻ってきたら幸いなんですけど、過去にやってたらしい、過去にやってたら上の方に問い合わせをして許可がいただけると思うので、その場合はナピちゃんの透明に、あんたこの間くるくるの時に行ったから、何も言ってない来てね。だからその最悪もし戻ってこなかった場合は資源とか40万の戦力に一日で戻す力でなるべく頑張りますのであのあそうだね、資源とかよろしくお願いします。すぐ足りなくなっちゃうと思うので、狩りにも行くんですけどね、ちょっとみんなからの資源を待ちますその場合は、はい、新しいアカウントで始めたらサクッとギルド、ああそう、あーおじい、私のギルド入ったよね、入っためっちゃ入ったあれおじいん、あれおじいんってナピファンだよねごめんね、アカウント消す手順、あ違う、新規アカウント作りなさい新規アカウント作って運営さんにお問い合わせをしなさい、
うまくしてください。ちょっとそこら辺は詳しくは難しいけどな、アピちゃん。うん、ギルドが違うからごめんなさい。ああああ、ギルド違うってどういうこと？そうかそうか、わおわお。新規アカウントじゃなきゃダメなんだ。なんかそうそうそう、なんか言ったやん、新規アカウントで作ってて飛ばすぞ。ああ、あずみん、あずみんはね危険ですよ。いや危険ではないけど、あの頑張ってるから今。ごめんね、すみません、危険じゃないよ。全く危険ではないんですけど、安全かというとなんかやられてるイメージだから、なんか大丈夫かなって。うん、後ろレベルはどんどん、あ、全然どん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 、あの王国に、あの私の王国、この15911にいる方はあの全然上げていただいて大丈夫です。で、私パイレイがうちの家族にいまして、母が最新の王国は1595っていう王国なんですけど、雷金ってレベル8まで成長上げても移動できるんですよ。レベル8までなんですよ。でその感覚でやって、今回レベル5までしか初心者移民ができないので、それを、その感覚でやってしまい、王国を移れなくなっちゃいました。その王国で育っちゃって移民ができなくなっちゃったっていう、初心者移民がね、そうできなくなっちゃって、そう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 、キャプテンやぞ。確かに。うん、 ARYN4 チーム優勝利目指そうね。なんかさ、呼びにくいチームではあるよね、なんか今思ったけど、どうしたらいいの、アズリをくる、あ、アズリを言うのは優香の言うで来るっていいかな。アズリ、アズリを来るのは4、あ、アズリを来るのは4、ああ、はい、せーの、アズリを来るのは4。どう、そう、移民がねできなくなっちゃって、そう、だからそのそういう場合はそのまあ投資して移民するしかないんっていう、これをね、だからね、そう、意味できなくなったお母さんでした。そう、え、ギルド、王国が違ったら、なんて、王国が違ったらギルドに入れないのですか。あ、そう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 、同じ王国内にいないと絶対にギルドには入れないです。なので王国も移動しなきゃいけないし、その時にアカウント連携をしなきゃいけないんですけど、私はもともと1591の王国にいて、そういうものをうまくできてなかったっぽくて、だからみんな気をつけてね。チーム 2.5 とかじゃダメ、なんか、なんかそう、4人で決めようって話になった時に、なんかちょっとゲームっぽいのがいいなと思ってつけたんだよね。で、なんかちょうどいいしと思って、ポン
アスリーを送るのはポン。同じノアって名前だ。新潟から広島が遠い。ありがとう。おいで。新幹線で来れるよ。これだっけ。ちょっと違うけど、なんとか来れるよ。一本じゃないからね、難しいんだよね。うん、今回私はミスりました。複雑ではないんですよ。まあその楽しくできるし、そんなになんか難しいっていうことも，まあ難しい部分は難しいけど、そんなでもないというか、慣れちゃえば全然もうできるんですけど、うん、オーディションの時から応援してます。ありがとうございます。久しぶりじゃないね、ショールーム。いつもね、ありがとうございます。本当に。うん。そうね、ロモバは、うん。シャキンさんあれなんだね、ドライブやってたんだ。入ってくれた？ノーのところ、今回まさか、まさかだけど、私のところにさすがに入ってくれたかな、シャキンさんはね。ちゃんと遊べないのですね。ピーさんだよ。え、ぴょんぴょんのぴんとこに入ってくれたよね。前回違うとこにいたからさ、今回はさすがにのぴさんとこかなと思って、メンバーだから上に行ったらデータ復活とかさせて、いやそれをちょっと今問い合わせ中です。だから一か八かで問い合わせてます。ゲストアカウント状態だから怖いんですよね。うん、なんかスタッフさんになんて欲しされた、何したん、何しちゃったん、ナビンとか入ろうとしたら失敗したの。もう一回ナビちゃんの時に来たら改めて申請してって言われた。あれじゃない、フォーム入力できてない、もしかして。した？さすがにやったことあるから多分、うん、のぴちゃんのところにおいで。うん。カモンカモン。今やってるから、今回分。ん？前にロゴも始めて、今もやってるから、今回イベント参加できないって。新しいアカウントでき作ったらできるよ。ねえ、来てほしい。新野球さん、あんたと強い気がする。ね、新キャラ作ったらできるよ。
ルコン&ネイルしてるの、ネイルは全部してません、落としましたすいませんでしたあのしばらくつけてて可愛いと思ってつけてたんですけど剥がれてきちゃったから、あの剥がしました。すべてカラコンはしないです。のぴちゃんは裸眼、裸眼ではないのか透明です、クリアなものです。裸眼だと嘘になってしまいますね。私はこれがあるので決して裸眼ではないですその経験者だから強いと思うけど、リア中から、うんうんうん、あれ、うん、今回 2.5 と3期でバトルするんだけど、え、私のグラビア見たくないのやめてやめて、ちょっと待って、そっち方向じゃないんだ私リアチューとは仲いいから、まあ、あれだけど、でもちょっと今回は許しがたいかもしれないなって思うんだけどうん、どうかなどうかな千秋さん、あなたあずみのファンじゃないのあれ違うのあれねうんうん、ナビさん多分グラビア見たいんだ、じゃあおいでよ、もう一回申請し直したらおいで、みんなすごいね、一気に食らいつくんだね、そういう話するとあ、ごめんね、さらしちゃって許してちょ、新薬を作ってのぴちゃんとかに入ってね。あ、今回のイベントの注意事項は、他のアカウントを作ってまた違う同盟に入ろうとすることは結構やばいかもです。スパイだと思われると危険なのでお気をつけください。一つの同盟だけよ、のびちゃんとだけ、わかった。コマーシャルフォトもね、よかったですよね。男の子ですかねえ、コメント加速しますね、本当にみんな加速は今のとこ使わないようにね。あ、でももう使って大丈夫よ、うん、あのもうあのじゃんじゃんあげちゃって、じゃんじゃんあげちゃって、初コメですね、嬉しい、ありがとうございます。かぐらさん、まだね決まっていないんですけど、今回のこのロードモバイルっていう ST48 のね、あの 2.5 と3期のバトルで勝ったらグラビアできるかもみたいなのがあるので、私の同盟にぜひ入っていただけませんか。私の X フォローしてくださってますか。モロクズノアです。今回のイベントはあのロードモバイルって普通に調べて入るだけじゃなくて、あの ST48 の公式ホームページからロードモバイルのダウンロードを必ずお願いします。じゃないと今回ギルドに入れないので、そう、よろしくお願いします。お待ちしております。そうだね、多分そうです、3期全員で対戦相手はリア中とサチーと、カナウちゃんとユイタンです。でちょっとね、私のあのアカウント次第なんですけど、まあ明日ぐらいかな、ちょっとしたいことがあるので、そう、何をねそのゲーム内でするかっていうのはね、ちょっと明日は本格的ゲーム配信をしようかなっていうふうに思います。
まあどうなるか分かんないんですけど、ちょっと皆さんにお願い事があるんですよ。まあもちろん全然今してもらって大丈夫なんですけど、あのできるのかな、みんな、え、巻物って持ってる？移民の持ってないか、さすがに持ってないよね。ギルドメンバーでボイスチャット、ボイスが難しそうだね。うん、ダメだよ、油断しちゃ、油断大敵。ちょっとわかんないけど、多分だけどね、あとあとでちょっとちゃんと正確に戻ってんのかわかんないけど、ああとね、そう、さっきね加速の話したんだけど、加速はね少し残しておくのが結構大事になるかなっていうふうに思います。使っても全然 OK なんですけど、ちょっとずつ残しておくのが結構大事になってくるかと思います。そう、で今回ギルドは100人が先着なんですけど、2.5 で戦うんだけど、私の同盟に入っていただけると嬉しいなっていうふうに思います。あの同盟がちょっと違うと、なんだろう、まあね、とりあえず今私の同盟100人を目指してて、今だいたいすごい、あの入ってくださってる方本当にありがとうございます。だいたい30人ぐらいの方がね入ってくださってるんですけど、先着なあと70人なので、今ね3000人ぐらいの方が見てくださってると思うんですけど全員が入ってくださったら満員御礼あの嬉しいので、のっちゃんの同盟に入っていただけたら嬉しいです。ここがね自分の領地になります。お城の座標です。ここにね来ていただけると嬉しいです。そう、4人全体だけどのぴちゃんのところに入っていただけると嬉しいです。うん、のぴルームに行くと戦力上げれるかもって聞いたよ
あずみんやばいね。メイル君、それはナフちゃんのところに来るべし。ナフちゃんのドメインに入るべし。うん、あの明日ねまたねちょっと説明したりもするかもなので。うん、あすみの目入っちゃった。まあ今度入ってよ。ピシピシ。うん。詳しいことはのっぴのところで、だからのっぴのところで入ってよ。あすみ来金やったのに、バイライブなんかやってたし。やつ分かんないでよ。まあまあまあ、あの安住もね、あのいい子なのでね、そう、あ、きっと今回は強いと信じますよ。安住自身も強くなると。そう、説明だけのアピちゃんのとこで受けてね、もうし。どん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 みんなで強くなろうよ。天才軍師、あ、今回は天才軍師をつけましょう。ちょっと今ちょっとつけれるか分かんないけど。天才軍師のアピちゃんです。うん、はい。ちなみに日本のお城どこのお好み焼き、うん、日本のお城どこのお好み焼き、お好み焼き時代お城好きですか。そうですね、今間違えて君を水エラとか言っちゃいそうだった。お城って聞かれてんのに。あ、私あの大阪城結構あの好きかもですね。なんか、あ、あとあれです、姫路城に行ってみたいです。姫路城、姫路って途中新幹線止まるじゃないですか。そこに姫路城に行ってみたいですね。うん。安住のアピの似顔絵描いてた。安住似顔絵好きよね。私よくキラキラ目みたいになってて、ちょっとね、あの嬉しいですね。キラキラ。うん。ギルドに入れないので、やり直せる手続きを書いた。回答が届きました。ああ、ね、入ってなかったよね。多分あれだね、ギルド申請するじゃん。で、そしたらフォーム入力するじゃん。で、できてない場合は IGGID が間違ってるか、あと自分の名前の入力のところがもし間違ってたら、それがちょっと原因なのかもしれない。で、その回答をちょっとやってみてよ。ぜひぜひ。それでナピちゃんのとこ入ってよ。あとね、名古屋城、シャチホコがいるんだってさ、名古屋だっけ。うん、フリー作成見たけど、最初から何か書いてあるけど書いていいのかな。もう一回言うね。最初プロフィールの作成になったけど、最初から何か書いてあるけど、ん。どういうこと、どういうこと、書いていいのかな。お前のこと？キャトルだったら、キタウの、英語の方入れて、まあ、ピッピッピッとかつけて、あと、ニックネームのことかな？ニックネームの入力もあったりするから、それかもしれない。プロフィールを作成、ちょっと
とそれに関しては難しいかもしれない。あ、ショールームじゃないよ。ショールームはあとお城はタワーになってしまいますので、あの大丈夫ですよ。そうじゃなくてゲームで、ね、最初ゲーマー名をで登録するとき勝手に変な番号入ってた。英語もカタカナも使ってる人いたのにケトルおじいちゃんにした。はあ、そうなのね。なるほどなるほど。ああ全然それは大丈夫よ。友達追加は何かするの？ちょっとそれは分からないかも。ちょっとそれは私も分からないかも。こんにちは。うん、ゲームカード iPhone のアカウントに時間になったから楽。おう、そうなの。ほう、よかったね。ゲームセンターの話か。あ、多分今私今パパパパパ、あちゃこちゃん保育士に見えてきた。やばい、みんな幼稚園児、私先生。それ以外偽物です。あ、あ、それちゃうなの。移民戦闘肺炎なんでは。えっと、そうおーすごいね、モピラ。うん、カモン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 、ナピちゃんのとこにおいで。これ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 に、この王国1591の王国に移民して、私のこの領土のあの近くに来たらいいよ。朝配信しか見てなかったけど、夕方め楽しいので。朝配信楽しくないか。確かにちょっとね、ぼーっとしてたりとかね、まあするかもしれないけど。楽しいと思えたなら嬉しいです。おじい、アイコン変わった、この瞬間。一瞬で猫でキルトラグ入力するのかな。ですね、ちょっと待ってね、キルトラグはちょっと待ってよ。グーフィーみたいな声出た。いいみたいな。チュータリアで見、あ、それは全然そのままで大丈夫です。それを進めていってください。どん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 。チュータリアではもう勝手にあのどん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 やってください。夕方は絶対に飲んでるでしょってテンションで楽しいわ。よかったわ。よかったわ。こんな感じであるわけですよ。ゲーム画面がね、ゲーム画面あるじゃん。でこれここのさ、あ、スクショしちゃった、スクショしちゃった。こんなところにスクショボタンがあるなんて。これのできたね。そしたらここにギルドのやつがあるから、ピュンってやったら、見てこれでカニューやって、でここのギルドタグを入力のあるから、これをタップして、で入力して、で私のドメインに入る。これね、大文字で MN でアンダーバーで私のギルドタグです。声くさ。そんな嵐じゃないよ、大丈夫大丈夫。
これがね私のギルドタグなんですけど、あのここでね入力してくださいます。MN アンダーバーです。全部大文字です。よろしくお願いします。そう。でナピちゃんの入力あのところに入るといいことたくさんある。その通り、成長さその通り、ナピのキルトに入ると幸せになるよ。あなたの心は癒されます。一緒に戦力上げていこう。戦力上げないと今回のちょっとねポイントがね高くないといけないのでね、どんどん戦力上げになっております。今回は白上げと戦力上げですが大事です。いやだ、なんで昨日もやってたな。怪しい宗教の写真撮ったと同じやんそう言っていいよ私は全く怪しい宗教でございます一番怪しいかもしれない。とても安全な安全でございますあ、アプロさんありがとう。お城の中での戦いはレベル上げ、イエス、うん、戦力上げになるかな多分。ナピちゃんのギルドに入りました。マジ嬉しい。ほんまに後で確認するよ。言ったね。よし、オッケーこんにちは。そんなひどいこと言うのね。何タガメのさんダメだよそうやって人のこと言っちゃダメだよみんな悲しんじゃうよ。全員人間なんだからさんごさんありがとう。みんながハッピーな部屋になるとね、私は嬉しいなと思ってるから、この部屋はもうみんながハッピーになればいいんです。ハッピーになれば。そうだよ、かもしれない。その通り。ありがとう。ぬくいさんありがとう。ぬくぬく。しかぬくぬくぬくこしたんたん。しかぬくぬくぬくこしたんたん。しかぬくぬくぬくこしたんたん。ジョニーライデンさん。インストールしてみたの？どんなゲームですか？ですね。ヒーローがいます。主人公ヒーローです。ヒーローたちが。どんどん増えていきます。それで敵と戦います。あと自分の領土内で、自分の領土内っていうのは外でみんなと戦うのと、自分の陣地内で相手の敵役の人と戦うっていうのがあって、ナピちゃん人間だよ。でその戦うんですけど、その時に兵士とか自分の仲間を増やしてってみんなで勝っていくぞみたいな、そういうゲームになっております。なんか喧嘩とかは起こらないです。楽しくできるゲームなんですけど、みんなハッピーラッキーみたいな、そうそうそう。でちょっとバチバチで戦う、楽しく戦うゲームとなっております。キャラがいくつかありまして、例えばヒーローの主人公のヒーローと、もう一つの一番最初にゼルに入るのが守護騎士と、デスハンターというものになります。でどん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 進めていくうちにステージをね、
めていくんですけど、お城をあげたり建物をあげたりしていくうちに入っていくヒーローもあります。自分の陣地が焼かれそうな時、やられそうな時は、お城を守るためにそういうヒーローがいたり戦士たちがいたりという感じになっております。デイリーミッションというものもあって、それを達成していくと資源や、例えば特別なもの、あとジェムだったりパワーポイントだったりヒーローの経験値だったり、そういうのもいただけたりとか、毎日毎日こなしていくゲームになっております。ログインしないと、他の王国に飛ばされちゃったりで、ナーピのギルドに入った場合、ギルドに加入すると400ジェム手に入ります。ギルドに加入するといいことが、ね、あるので、ぜひしていただけたら嬉しいなと思います。その際は私の MN アンダーバーの大文字大文字アンダーバーのねギルドに入っていただけたら嬉しいです。で、今回とお城のレベルが上がってないと1日で、自動ギルドだったりという風になってしまいますので、それはご了承ください。これがねローモバのシステムなんですけど、毎日1回はログインしていただかないと必ず、脱退という形になってしまいますので、お気をつけください。悲しいことになってしまいますのでね、はい、1日1回だけでもちょっと確認していただけたら嬉しいです。そうですね、海外の全国でやっているので、まあ基本的にはあまりないのかもしれないんですけど、バリアを、今は平和な時です。今は平和です。で、そう、今後領土を奪い合いのイベント時とかがあったりするんですけど、そのお城焼きとか、焼いていくみたいな、そういうのあるんですけど、多分あると思うんですけど、そういう時とかはバリアを張ることが大事になります。バリアを張ると自分のお城は焼かれなくなるし、誰からも攻撃されないんですよ。でもそれが持つのが、何時間、8時間、4時間とか決まってて、それはとても大事なものになるので、そういう時とかはね、使うかなと思います。今は3日間ぐらいは全然安全になっております。で、雷剣と違ってちょっとですね、自分の兵を逃がす場所というものがあるので、今後ご説明いたします。これもね結構大事になってきます。誰からも攻撃されずに済むというものがねあります。どこかと言いますと、お城の横に今はねちょっとね国に鍵がかかってるんですけれども、これが解放されると、今ねあれなんですけど、兵をここに避難させることができます。ここに何時間とか 1時間、8時間、24時間、何日とか、そういう風にその隠れるところがありまして、これは資源を使わないので大丈夫です。何もしなくて大丈夫です。ただ単に隠れてるという状態になります。で、領土奪い合いイベントが始まったら結構大変になると思うんですけど、今は全然大丈夫なので、平和に、そのうちに、今のうちにレベル上げをおすすめいたします。ナピどこで勉強したのかな、詳しいね。私はもうずっと勉強というか積み重ねてるから、2、3回も参戦してるから強いなよ。理解するのもやっとです。やっと理解できてきました。最初の全然分かってなかったんですけど、みんなにも言ったしね、今回いつねイベント参加できるか分からないから、前回の時に言いました、やってくださいと。なので、
きっと前回やってる方は大体のルールはわかるかと思います。そして一度ねローボーマーしてる方とかも今回多いと思われますので、このヒーロー育てた方がいいよってキャラはどれ？今のところは、難しいですけど、一番最初に手に入るヒーロー守護騎士は今後大事になってきそうなので大事かなっていうふうに思います。あと今育ててるのって言ったら嵐のおじいちゃんですね。結構攻撃の範囲が広いのでいいなって思ってて、あと氷弓なんですけど、弓の中でも攻撃範囲が広くて強いなっていうふうに思います。あとそうですね、バラのおにぎり食べた人はバラ騎士なんですけど、今のところ強いです。良いかなと思われます。育てるとで、さっき質問があったんですけど、ギルドを撤退した場合、どうしたらいいんですかっていうので、もしねギルド脱退になった場合は再申請していただくと大丈夫だと思います。同じギルドなら再申請すると全然大丈夫だと思います。どこでギルドに入るんだ、さっき説明したじゃないかさっき説明したじゃないか。画面の右下に羽みたいなマークがあるから羽みたいな紋章みたいなこういうマークがあると思うから、こっからこうやってギルド加入ってやって、ここで名前の検索して、そうここでねこのねギルド名を入力してください。 NM アンダーバーを OK でできたら公式ホームページからフォーム入力をしてね。どう？この紋章のマークわかった？あ、これあった。これをタップするとギルド加入ってあるから、これをタップしてここでこの名前の検索をする。M N アンダーバー大文字大文字アンダーバーです。でこれを入力すると。申請ってボタンが出てくると思うから、例えばこういうね黄色のやつが出てくると思うから、ここに申請ってポチッとして、それで一旦加入。そしたらフォーム入力を必ずお願いします。私の X か公式ホームページの必ず一番最初にダウンロードボタンがあったと思うんですけど、そこの下のところにフォーム入力ってあったと思うので、そこから必ずフォーム入力お願いします。あった、あーナオピのところに入りましたね。よし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 、はい、ということでね、ちょっとねそろそろ1時間経っちゃうので、ね終わろうとなというふうに思います。バイバーイ。また明日ちょっと、ね、説明とかするんですけど、すでにやってるデータがある場合は決してアンインストールして入り直す、いやそれをしなくても新規アカウント作成っていう部分があると思うので、そこの新規アカウント作成をしていただけたら、多分それでちょっと運営さんに聞いていただけたら嬉しいなというふうに思います。お願いします。新しいアカウントを作るためにその、連携、今のアカウント
はあの連携を忘れずに、あの今のアカウント戻れなくなっちゃうので、私みたいに なので連携を忘れずに、あと新しいアカウント作った場合も連携を忘れずに、あのまた新しいアカウントに自分の古いアカウントに戻った時に戻れなくなっちゃうので、あの全てのアカウント連携を忘れずにって感じです。まあちょっとね、うん、あの多分申請とか OK もらうのには時間がかかるので、すぐには入れないとかそういうのはあると思いますけど、申請を待ってください。申請してるっていうのことが確認できてると思われますので、あのちょっと待っててね Google か Facebook、 あ、そうですね、あのうん、多分あのそうですね、その2つかな、うん、連携しなくてはなりません。なので必ず連携をお願いいたします。 X 見たけど入力みたいなの分かんない。私の X 行こうか今ね固定コメントに、あの固定ツイートにしてるんですけど、これ言ったかな、したらダウンロードここからっていう URL を押していただいて、この画面に行くと思うんですよ。何パックを買おうか、そんな、そうですね、初心者かな、こんにちは、この画面に行ったかな、どう、キャトルさん行けた、この画面行けたかな、この画面に行けたら下に遡くと 2.5 機が出てきて私が出てくるので、このここのねダウンロードボタンの下のフォーム入力ってとこ、ダウンロード先しか見つからん、いやここがあるでしょ、ダウンロードってあるじゃん、下にフォーム入力ってあるはずなんだけどない？モークズのあれホーム入力ってあると思うんだけど、ないかな、ダウンロードは、ね、多分ここにあると思うんだけど、ここの2つのボタン、ある？今見てる。そう、このさ、一番最初のこれ。たら、フォーム入力をしないとのあぴちゃんの動画に入れないから。だからダウンロードのって言って見つけた？見つけた？で、これの、ああ、そう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 、見つけたならこれをタップして、で、そうそう、これ、こういうのが出てくると思うから、アンケートに答えて、正しく IJGID と、あの、自分の名前のアカウント名は、あの、スペースとかもなったりすると、ややこしくなるので、ちょっとそれは気をつけてください、ね。で、
で IGGID はどのように、何ですかそれって感じは、とまずこのここに設定のマークがあると思うので、設定マークを押していただいて、でアカウントっていう部分を押すと IGGID が出てきます。で IGGID が出てきた横にコピーのね、四角四角みたいな重なってる、よくコピーのああいうのがあるのでコピーしていただいて、でそれを貼り付けてください、はい、そうすると完了できます。お知らせリンクからダウンロード、あーそうそこからフォーム入力もできます。で古い王国の生き方ですね。まずこのような多分画面になってるのかな。そしたらマップボタンを押していただいて、ちょっと待ってね、マップボタンを押していただいて、よいしょ、ちょっとね今で人のとこにいるんですけど、ここのね、ここにお城じゃなくてこの地球儀マークがあると思うので、地球儀マークを押して、地球儀マークを押すとこのね王国の今そのどういう王国にいるのかなっていうねのがあるので、この虫眼鏡マークをタップしていただいて、これでここで検索する部分があるので、それを入力して検索するとここにね入れるようになるので、これをタップしていただいて、そうしますとまずこういう画面になると多分ね、それでね、ノアピちゃんの 959H っていうのを王国をね検索すると古い王国に行けるんじゃないかと思われます。はい、よろしくお願いします。でノアピちゃんのこの領土のね、X が 490Y が236のをこの虫眼鏡マークでまた検索すると、これでね検索するとできると思います、はい、よろしくね。じゃあね、終わるよー。Sitting is Chijim Chan-san and Chib is Nap-sensei no Inji Babu-chan Babu Babu 11 is Yuzuki-san 10 is Hagibi-san and 9 is Shin-san 8 is Kin-san 7 is Kaito-san and 6 is Aburo-san and 5 is Urabe-san 4 is Nakajan-san and 3 is Taipaya-san and 2 is Bilma-san and 4 is Horichan-san. ありがとうございます。おめでとうございます。ということでね、本日もありがとうございました。明日もよろしくお願いします。またね、ありがとう。あ、ちょっと待ってね、まずみんなバラキシの150円ぐらいのおにぎり1日Wait. 待ってね。ワンプラスワンのチケット来たら、300円ぐらいのドリンクの、初心者パックが食べれるようになる、飲めるようになるよ。から、ナピーピーはそうしてたのよ。だから、バラキシのおにぎりはちょっと待って、ワンプラスワンのやつが来たらそれを飲んで、でメールに書いた投資をで毎日利子が返ってくるからそれをやってください。するとフルでもうジェムがもらえます。この説明でよかったらちょっとまたねメールでも詳しく話そうかなと思います。じゃあねー。
バイバーイ。